はい、おはようございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。初日の出見に来ました。こっちはあの展望台、ペリロックの近く、ペリのロックはペリの石が一応あっちから見たら見えるんだけど、今日はあの自転車で初日の出見に来た。で、あのお正月初日の出といえば、新年の抱負だと思うって考えればいい。今年の目標、まずは自営業、なんかしようよ。数年間、5年間ぐらい、多分これ以上かもしれない、なんかあの自分の自営業をしたいなと思ってる。でちょっと始まってるプレイスペースはちょっと進んでる。それをもっとあの広告したり、あのみんなに何してるかを説明したり、あの参加するのを誘ったりするのを頑張ろう。でそれは自分にとってちょっと難しいですよ。なんかあの自分の考えてるとやりたいことを自信持って他の人が参加するって考えるのはちょっと苦手だから、それはあの今年の自営業の挑戦の中に入ってる。あとはあのお金、あの人から自分の提供しているもの に対して お金をいただくのもちょっと苦手です。なんか全部、本当は全部を無料でさせてあげたい気持ちだけど、まあ、そうすると子供はお腹が空くから、どうにか、お金をどうにか取る形にする必要がある。それ自分はちょっと感情的にはちょっと難しいから、それをなんかどうにか今年乗り越えるように頑張りましょう。あとはあのこの YouTube 動画でもあのもうちょっとあのなんてシェアしたいなと思うので、もっとシェアするのも目標、今年の目標。あのいい時、自分がポジティブないい気分の時に、あの例えばプレイスペースの片付けをシェアしたりするのは簡単だけど、時々あのちょっと落ち込んだり、なんかあどうしようか戸惑ったりあのする時には、最近はあの動画を作らないだけど、それはちょっと、まあ、間違ってるっていうか、それじゃなくてあのもっとあのいろんな感情的な状態をシェアしたいなと思ってる。なぜかというと、まあ、自分の学びをシェアすると、他の人に似てる挑戦があるとか似てることを学びたいときには、まあ、この動画を見て学ぶことができるんじゃないかっていうのは、あの見なくていいとか興味のない人がたくさんいると思うんだけど、わずかなあの興味がある人、わずかでも興味がある人もいるんじゃないかと思って、なんか私の動画からなんかを学べる人もいるかのために、一応動画のシェアもちょっと頑張ろうとは今年 の目標に入ってる。これも難しい。あの喜んでるポジティブの時にはシェアしやすい、落ち込んでる時にシェアするのはちょっと難しい。だからちょっと頑張ってみようと思ってる。はい、じゃあ今年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。じゃあね。